こんにちは。立てば借金、座れば家賃、夜逃げするにも電車賃ということでね、人間は何をしてもお金が関わってくるんだなと思わざるを得ません。まあその上でね、やっぱこう嫌いなことを克服していくっていうのは、すごくいいことだと思うんですよ。でも嫌いなことを克服しても何も残らないってこともありますので、まあ例えばね、セロリを腹いっぱい食べるみたいなことをやっても何の役にも立たないということもあると思うんですよ。まあ、ですので、できれば、必要なんだけども、好き嫌いを抜きにして、それを克服していくってことをね、どんどんやっていけば、自分の理想とする人生に近づいていくのかなと思いますし、まずはね、理想の人生が思い描けなくてはいけませんよね。より具体的に具体的に思い描ければ一番いいんですけども、漠然としてでもいいんで、漠然としてでも思い描けると、そこに近寄った時に、だんだん細かく具体的に見えていくと思うんですよね。で、私はもうね、全くビジネスとか労働とか何にもしなくてもちゃんと生活に困らないお金が入ってくる時間がたっぷりあるみたいな、そんなね人生を夢見ておりました。漠然とね。でもその人生を手に入れようと思うと、具体的に何をするっていう風なところにやっぱりなってくるんですよね。その時、まあネットビジネスみたいなものが漠然とあったわけですよ。じゃあネットビジネスに飛び込んでみたら、あ、これネットビジネスってのは要するに広告か通販をやることなんだっていう風に、より具体的になって、でも漠然としたものが今度目の前に現れてきたんですよね。で、集客するために何をすればいいのかっていうと、これは人の苦痛を取り除くことを考えていくのか、それとも人をより幸せにすることを考えていくのか、こういったことを発信すればいいんだよっていうふうに、より具体的にでも漠然としたものになってきましたよね。その上で、人の困ってる問題をどうやったら解決できるかな、どういうふうに情報で困った状態を困ってないようにしていくものかなって考えた時に、多分人はお金や仕事や健康や、それから人間関係、まあ恋愛ですよね。こういったことで悩んでるんじゃないかなっていうふうに私は4つに決めたんですよ。で、その4つを中心にした話をずっとしていくと、アクセスが高まっていって、そしてお金の問題解決の中には暗号通貨もあって、仕事の問題解決の中には、取引先とどうすればいいのか、上司とどのように付き合っていけばいいのかっていうところもあったりとかね。だんだん具体的になっていったかなっていうところがあります。で、自分の経験から具体化を見ていくこともありますけども、自分の経験はすごくね、例が少ないんで、やっぱり学習していくことによって、たくさんの事例を知って、そして解決方法を知ることもできて、そうするとね、体験する前に知識で、いろんなトラブルを避けることができるなってことに気づいたんですよね。まあだから、そういった情報をたくさん、刀の中に入れることによって、これから起きうるだろうトラブルに最初から対処しておくってことができるのかなと思いましたね。で、そうなるとね、やっぱり50代とか60代になってくると、体がどんどん動きにくくなってきて、新しいことを覚える意欲もなくなってくるっていうのが、今の時点で情報として分かってるんで、じゃあ50代、60代には無理して体に鞭打たなくても生活に困らないような、そんなスタイルを40代で作っておいたらどうかなっていうふうな発想に逆算できたんですよね。で、おかげさまで49歳までにそういう暮らしはなんとか手に入ってね、多分今ある資産を金利という形でどん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 償還していけば、まあ暮らすことには困んないかなっていうところと、家族に不自由はさせないだろうなっていうところまでは来たかなと思うんですよ。あとはこの方法を一人でも多くの方に使っていただきたいので、なるべく分かりやすく伝えていくことかなと思いましたね。あとはね、ちゃんと伝わっているかってことと、ちゃんと受け取ってくださっている方かどうかってことと、受け取ったものをちゃんと使ってくれるかどうかなってこと、これはもう自分の力では及ばないところなんで、まあ、これからより伝わりやすくしていくことかなと思いますよね。まあ、そのために億万長者っていうね、このタイトルもつけてると思いますし、なるべく新しい言葉ではなくって従来の言葉を使うようにしてるかなってところなんですけどね。まあ、吉田さんね、いろいろと克服してきておしゃべり上手になりましたよね。まあトークが下手だなんて誰も思ってないですよね、もうね。でもこういうことなんじゃないかなと思いますよね。できなかった自分ができるようになっていくこと、これがだから自分の進化成長とか資産の状況とかにも関わっていくし、信用も高まっていくのかなと思いますけどね。いってらっしゃい。